それスノーマンにやらせてください。放送日別レビュー記事まとめ、2023年9月20日更新。それスノーマンにやらせてください。出演者、スノーマン、矢崎ゆさ、ナレーション、放送局、TBS 放送日時毎週金曜午後8時からスノーマンの初刊テレビ番組として2020年3月に深夜帯で地上波特別番組が放送。 その後、動画配信サービスパラビでのレギュラー配信や特番第2弾を経て、21年4月からは TBS 系毎週日曜午後1時枠でレギュラー化。23年4月からは毎週金曜午後8時のゴールデンタイに進出した。 スノーマンがアイドル以外の職業に就いたらいくらで雇ってもらえるのかを調査する企画や、9人があるテーマに挑戦してセンスを競う企画、有名スーパーや飲食チェーン店、企業のロゴを当てたり、様々なジャンルのランキング1から9位にランクインしているものを予想するクイズ企画などが定番。略称はソレスノ。放送微別レビュー記事一覧。 2023年2月19日放送会。スノーマン佐久間大介の言動でソレスの収録現場が凍ったわけ。2023年2月26日放送会。スノーマン目黒連あの芸能人のガチファン告白、深澤達也も尊敬しています。2023年3月5日放送会。 スノーマン向かい工事ロケ中に遭遇したファンを泣かせごめんねと謝罪。2023年3月12日放送会。スノーマンメグロレンが選んだ今田美桜へのプレゼントに意味知ってたとファン絶賛。2023年3月19日放送会。スノーマンメグロレンは持ってる男、メンバー全員勝てなかった点々に勝利。 2023年3月26日放送会。スノーマン渡辺翔太、ソレすので木村拓也を呼び捨て、深澤達也は収録の裏話告白。2023年4月28日放送会。スノーマン岩本光る、それスノゴールデン初回放送でこの9人でよかった告白のわけ。2023年5月12日放送会。 スノーマンメグロレンが練馬区のスーパーに特別接客に羨ましいとファン悲鳴。2023年6月2日放送会。スノーマンラウール共演者にやばい抱きしめたいマジかわいいとベタ惚れ。2023年6月9日放送会。スノーマンラウールバラエティ乗りできたと思われたくない番組の真剣勝負に反響。 2023年6月16日放送会。スノーマン佐久間大輔死ぬほど怖いサーカスギ挑戦ですごすぎと大反響。2023年6月30日放送会。スノーマン渡辺翔太過酷ロケで JR 時代を解雇、怒られると人間力が上がる。2023年7月7日放送会。 スノーマン作間大輔ソレスの深夜ロケでいても立ってもいられないと涙のわけ。2023年7月14日放送会。スノーマン炎上のソレスの都内ロケにメンバーもバカなんじゃないと不満漏らす。2023年7月21日放送会。ソレスの未公開映像公開でメグロレンラウールのメメラウコンビにファン大興奮のわけ。 2023年8月4日放送会。スノーマン深沢達也駅ロケで普段の日にならない集客、ファンを泣かせた一言。2023年8月11日放送会。スノーマン岩本光る向井孝二とロケ中に喧嘩。早く言えよ、と声を荒らげる。2023年8月25日放送会。 スノーマン向井工事嵐二宮和也にオールスター感謝祭での発言を謝罪も再び炎上 ?2023 年9月15日放送会。スノーマン岩本光る9人の時間があと何十年続くんだろう。看板組で漏らした本音。